国道165号終点付近三重県津市、雲津本郷町交差点付近国道25号からの分岐大阪府柏原市国部交差点付近国道165号は、大阪府大阪市北区から柏原市や奈良県柏原市を経由して、三重県津市に至る一般国道である。起点から2 3 7トルの河内、国部駅前にある、 柏原市国部南交差点までは国道25号との重複区間となっている。単独区間は大見駅伊藤を除きほぼ近鉄大阪線と並行している。かつては起点の梅田新道交差点から柏原市にかけてがいわゆる国直轄の指定区間となっていたが、2008年6月20日に地方文献の一環として策定された。 地方文献改革推進要項に基づき、一般国道及び旧河川の直轄区間の見直しについて、国土交通省が都道府県と個別協議を同年10月から順次実施した。その結果、梅田新道交差点から南波西口交差点までの御堂筋が、国道25号他に国道を徴用区間 3.7km が指定区間から除外され、 2012年4月1日より管轄を大阪市に移行した。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道166号との分岐奈良県桜井市、富山道の駅交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。